はい、皆さんこんにちは。今日は一人なんですよ。誰もいない、誰もいないの、寂しいよね。誰もいない、寂しいんですけども、はい、このバナナ号がありますと、バナナ号がねあるということは、はい、FM 和歌山通称バナナさんに到着してきました。一人でね、今日ラジオで喋りたいと思います。いや、一人だからって寂しいわけではありません。ドンって皆さん心に響くように喋りたいと思います。今日もよろしくお願いします。今日はね、これメガネかけてないでしょ、ね、誰かもわからない、どちらさま、はい、21日、5月21日、はい、金環日食、はい、みんなでね、みんなでてるてる坊主を作って、もう大方でね、みんなで見ようっていう、みんなで見よう、今見るとあるんですよ、三鷹天文台ね、三鷹天文台、いいんですよ、ね、いいんですよ、三鷹天文台結構いいところなんですよ。今カクカクしちゃったね、それぐらいしょうがないとね私のカクカクするこの好みの後ろに今ね、こいつの絵に出てて下の方で映らないと、参加無料で、参加無料です。朝6時から9時まで、まあ、月曜日なんでね、ね、皆さん学校とかあると思うんですけど、ね、うちも小学校の、ね、あの受け入れ方が次に出れるのは83年後、ね、これが83年後残ってれば面白いんですけどね、83年前の映像としてね、古くぼけた映像じゃなくて、83年前のこの金環日食の映像が残ってましたので、その頃もうここはいませんが、ね、まあ、こんな人いたいみたいな感じで、ね、面白い、ね、年齢か分かりませんが、はい、5月21日金環日食です。日比野町文化センター、日比野町文化センター、文化センターで見るんです。協力して日比野町文化センターね、詳しくはね、この辺出しておきます、はい、今やるの僕ですけどね出ます出ます。ダダン、戦え、恥ずかしかったね、あのポップ行って、うん、カナデの話から、カナデの話から生で聞いた感想を言ったよ。そうで、これ生で聞かせていただきました。はい、 This is a pop に行くやな。 This is a pop。 OK、うん、で This is a pop で、これまた言うてるんで、うん、出ますみたいな、うん、って話やって、うん、詳細は、ね、まだホームページでそれも言ってもらって、そうそうそう、うん、でやっぱこのねデートで、ね、デートで、ね、とかね、うん、動こうみたいな感じで、いいねいいね、そうか、デートで動こうもいいね、デートで動こう、デートこれにデートに行くために動こうんでどうですかっていうデートで動こうんできたらね、そう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 、さあ続きましては OWO の福田さんにお越しいただきました。こんにちは福田さん。こんにちは、 OWO の福田です。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。さあ今お届けした曲、はい、これがね
奏で消えない場所、はい、ゆうすけさんが作詞作曲ということ で, はい、すごいですね。これ何度か私 CD で聴かせていただいていますが、はい、以前ウーオのイベントの北信者、はい、こちらで生で聞かせていただきましたが、いた、ね、はい、やっぱり迫力が違いますね。そうですね、生演奏っていうのを目の当たりにすると、うん、やっぱり CD もいいですよ、 CD もやっぱりね、もちろんね、いいんですけども、はい、やっぱり生で音楽を聞くいいですよ、いいですよね、体全体にこうジンジン響いてくるような気がしましたね。はい、ね、はいはい、この5月の25日、はい、なんですけども、はい、金曜日ですね。そうです、金曜日に8時から、はい、あの This is a Pop というのを毎月開催していまして、はい、でこの今聴いていただいた奏でという曲を、はいはい、私 OWO の福田雄介と、はい、ウーオの大根田照久がですね、2人で言うてるという、せっかく2人がね、はい、あの音楽できるんで、はい、やろうじゃないかと言って始めたこのユニットがですね、もう今や大人気、大人気ですね。大人気です。もう言うてる言うてるってね、うんうんうん。みんな言うてるっていう。そこ笑うとこですよ。みんな笑ってください。はい、ね、あのでも、やっぱりこう、違うもんですか？ユースケさん一人でやられてるのと、言うてるさんでするっていうのは。いや、全然違いますよ。やっぱり、まず、二人、三人って増えていくとね、うん、やっぱり音楽っていうのは、だんだんと厚み増してきますし、はい、なんと言っても、あの、ウオの、大根田照久さんは言うても、ね、プロのギタリストですから、そうですからね、はい、あの技術が半端じゃないというのがあって、はい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 、それがまあ2人やると本当にね、面白い音楽、力強い音楽でもありますし ね、はいね、はい、うんうん、そういうのがあるのでね、はい、もうぜひこれを機会に、ね、もう本当にまあ聞きたいと思った方、はい、ぜひね、あの来ていただけたらと、まあ他にもまあ漫才であったりとか、はいはい、他にもストリートミュージシャンで活躍してくれてる方なんかもお呼びして、はい、毎月やってるんですけども、やっぱりお食事をしながら、ね、うんうん、ライブ音楽生演奏を聴けるっていう、こういうのがね、素晴らしいと、いいですね、はい、やっぱりいいと、若いも少ないんでね、うんうんうん、そういうのはやっぱり使っていただきたい。でお料理もね、清水料理長のお料理も美味しいですから、美味しいですからね、季節のお料理が出るっていうのがやっぱり売りですよね。でごまプリンはね、もう絶対なくてはならないです。あそこのね、はい、杏仁豆腐と美味しい、でカツオのたたき、あ、私も食べた、あれね、美味しいの、めちゃめちゃ美味しい、すごい美味しいの、ほんで食べて、はい、でもうなくなって、あ、大きくなったなと思ったら、うんうんうん、新しいタイプのちょっとソースが変わった感じのプッと置かれてるんです。お、なんかそれはね、食べなきゃいけない、食べないといけないねとか思いながらあ、ソースが変わるんですか。そう、こうね、ちょっと変えてくるんですよ、あの人、すごいシェフですね、やり手ですね、やり手なんですね。OWO もウーオもですね、うん、やっぱり皆さんの笑顔をね、はいはい、とにかく作りたいっていうのを一心で、はい、いろんなことをやってますので、うん、ね、楽しいですよね、す本当に、もうぜひ参加していただきたいです、はい、デートで行く、デートしたい、そういうための方にはどこに行かなければいけないですか。ウオコン、ウオコン、これはね、カップルが続々とできてますから、もうね、大好評ですからね、うんうん、もう第7回なんですよ、今回で、もう7回目になりますか。半年以上やっています。もう毎回 100人を超えて、うん、ね、その男女がですよ、はい、やっぱりこの出会い、やっぱりね、僕はいろんなやっぱり若い子たち並びにこう今出会う人たちにね、はい、やっぱ彼氏はとか彼女はって聞くと、うんうんうん、まあやっぱ今出会いがあって、こうやっぱり出会いがないことを言うんですよね。おいおい、うんうん、でその中でやっぱり街中で声かけるわけにもなかなかね、はい、いけないんで、はい、まあもうお店で思い切ってね、そうお店なんで、そういう恥ずかしくもないしね、気軽に行く感じでね、もう向こうも来てるということは、うん、同じ目的が一緒ですから。そうですよ、探し合ってるんですよね、皆さんね、こんばんはって一言言えば、はい、あ、こんばんはって始まるんでそう、目と目が合えばね、そうなんですよ、いいじゃないですか、ね、やっぱり素晴らしい、人数もどんどん増えてるっていう情報ですね。もうリピーターがまずあるというのと、口コミでさらに広がっていくというので、うん、友達から友達に、そうなんですよ、やっぱりどん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 ね、ラッキーセブン、テーマはセブンですね。そう、もう今回ウオコンセブンということでね、いやー、じゃあもう7組以上は頑張っていただきたいですね。もうがっつりね、行っていただきたいですね、やっぱり。もうここでまず作ってね、うん、出会って、うん、そうですよ、もうその後翌週月曜日に金環日食見ようよ。あ、いいですね。金環日食見ようよ、一緒にって。これは記念になりますから。金環日食。金環日食見ようよ。見ようよ。いいですよ、セブンの回でね。セブンに金環日食ですよ、もう。そうしていただきたいですね。はい。ということで、ね、それから、ゆうてるさん。はい。ゆうてるさん、6月2日の土曜日、はい、そうです、そうです、ありますね、はい、和歌山のマジカルライブハウスミュージックツアー、はい、そうです、まだね、ちょっと詳細の方、はい、
ちゃんと決まってないんですけども、はい、我々言うてる並びにですね、この間北信者という、はいはい、盛り上がりました。はい、もう200名近くのね、うんうん、方でドンと入って、はい、わーっと盛り上がったんですけど、そのメンバーも結構一緒のライブハウスで、我々あのヴィンテージさんというライブハウスに出ることになってます、はい、そこでねいろいろ出ますので、これまた盛り上がるなと。盛り上がるの間違いなしです、ね、そうですね。ホームページの方、はい、ご覧いただければね、はい、もうあの Google なんかでね、はい、OWO ってそのまま入れていただいたら、ね、じゃあバーンと出てきますからね。バーンと一発目出てきますので、はいはい、皆様そちらの方よろしくお願いします。はい、あの FM 本番終わりました。それでお疲れ様です。木曜日17日ボコン木曜日17日ボコン、ね、毎回こんなこと言うてしまうと僕が上げなきゃいけないんですけども、北信者どうしようかなと。練習中でございます。待ってます。練習中、先日の若手かも今練習中です早速それでは皆さん来てくださいね。ウォコン、お待ちしております、はい、お待ちしております。